それでは、ご質問等ございましたら、はい、7月から国が、始めるルールと県のルールをずらし合わせると少し環境の方が良かったです。で、まあ、既に他県では例があるんですけれども、その本当にそのプラゴミを確実に減らして、そのレジ袋を減らすということを、その実効性を担保するためには条例化ということも考えられると思うんですが、そのあたり知事はどのようにお考えになるかということが一つで、もう一つは知事選についてなんですが、自民党県連の方で、まあ、推薦候補の選考作業が進められていて、まあ、なかなかその決着の時期がちょっとなかなか見通せない、長期化するのかなという予想を想定してきているんですが、その点についての対象者の一人となっている知事はどのようにお受け止めになっているのか、この2つよろしくお願いします。まあ、まずレジ袋の無料配布の廃止はですね、今から言うと12年前になるのかな、まあ、スタートしたわけですけれども、まあ、例外を設けずに、まあ、進めておりますが、まあ、これは事業者、また消費者の皆さん、私ども行政がですね、まあ、相当とことん議論をして、まあ、その上で、まあ、条例ではなくて、進めてきたものであります。まあ、で、まあ、国がですね、今年の4月から、まあ、テーマ方式を、まあ、モデルというか参考にしてですね、実施されるということは大変嬉しいことなんですけれども、まあ、例外を、まあ、いろいろな、まあ、産業界等のご要望があったんだと思いますが、設けられる。まあ、そのことについてはですね、まあ、これまで、こうしたレジ袋の無料配布の廃止の運動をですね、になってこられた、まあ、県の婦人会とか消費者団体とか、また有識者の方々も、まあ、例外はない方が望ましいというご意見でございますので、まあ、国の法律に基づくものはもちろん、まあ、実施するとして、まあ、テーマ県の運用としてはできるだけ今まで通りですね、例外を設けない扱いにしていきたいなとこういうふうに思っております。まあ、そのことはこの間小泉大臣にも、まあ、テーマ局としてはそういうふうに考えているという話をさせていただきました。まあ、なお、合わせてそれを条例にするかどうかということについてはですね、これはまあ、もう少し、諸情勢を見てですね、まあ、これは、いろんな、ご意見も踏まえて考えていきたいと、こういうふうに思っております。それから、まあ、知事選挙についての自民党県連のお話がありましたけれども、まあ、これはあくまで自民党県連の方でいろいろどうするかご検討ということでありますから、私はそれについてコメントするのは差し控えたいとこういうふうに思います。本庁閣議です。はい、2点ありまして、まず1点が、先ほどにありました北陸新幹線で繊維を運ぶということなんですが、これ具体的にどうやって繊維を運ぶのか、新幹線の中で拠点に入れるとなれば落石しかないように認識していたので、どうするのかということが1点と、もう1点は新型肺炎に関してです。まもなく春節迎えて県内にも中国の中国からたくさんの方が訪れると思うんですが、すでに富山空港ではサーモカメラですとか張り紙で、まあ、水際対策を進めていますが、さらなる対策強化をする考えは終わりなのかどうかということと、あと例えばこう発熱者がいた場合の対応、そして専用の相談窓口の開設ですとか、そのようなことはどのようになっているのかどうか、そのあたりについて教えてください。まず専用の件ですかね、これは新幹線の車両の中にですね、車内販売用の物品その他をですね備蓄するというか、そういうスペースがあるんですね。まあ、そこにJR 西日本さんとご相談をして、まあ、じゃあそこを使ってやりましょうということになったということで、まあ、そういう意味ではさっき申し上げましたように、こういうことを行うのは
北陸新幹線で繊維を運ぶというのは西日本、いわゆる西日本さんの管内では、まあ、初めてということでございますが、まあ、もちろん専門家同士で相談してますから円滑に運ぶと思っております。それから新型の、コロナウイルス関連の肺炎の件ですけれども、これは国と法としては検疫所における水際対策とか、都道府県に対する注意喚起等も行われておるわけで、昨日も21日にですね、関係閣僚会議を開催して入国時の検査所における水際対策の徹底とか、また感染が疑われる者の検査の着実な運用、また国際的な連携を密にした情報収集とか、迅速かつ的確な情報に提供に万全期すとされております。そこでですね、県としては1月6日にすでに厚労省から、このことについての通知もいただいておりますので、まず県の医師会とかですね、公的病院等の関係機関に情報提供をいたしましたし、また1月7日にですね、健康危機管理連絡調整会議を開きまして、関係者との情報共有をする。それから1月16日にですね、国内発生ということになりましたから、県のホームページを通じた情報提供注意喚起を行うなど、速やかな対応に取り組んでおります。で、まず富山空港ではですね、新潟県検疫所の富山空港出張所というのが、常駐、何か署員が常駐されていますから、検疫で中国から帰国した方への注意を呼びかける張り紙を掲示しまして、またサーモグラフィーですね、その前を通るとそのサーモグラフィーでこの方が熱があるかどうかっていうのは分かりますので、そういう熱等の症状のある方は確認をする。そして、咳とか発熱などの症状がある場合には申告をしていただく。で、そういう申告がありますと、中央病院その他医療機関と連携してですね、対応するということに、いたしております。中央病院とか公的病院などと連携するということになると思います。いずれにしてもしっかりと、はい、あと念のためですが、すでに各厚生センターにですね、そういった症状、ひょっとしたら自分もそういう症状になってるんじゃないかというようなご相談ですね、そういう相談窓口、対応窓口を設けておりまして、そういったところでもこうした問題にですね対処すると、1月20日付でですね、私どもの厚生部の健康課から改めて県の医師会とか、あるいは分子医師会の皆様に、この感染症、広い意味ではまさに感染症の一つでありますから、厚労省からの事務連絡も添付すると同時にですね、例えば武漢市への渡航歴があって、発熱かつ呼吸器症状を発症している方、そして医療機関を受診した患者についてはですね、院内での感染対策も徹底してもらう、それから速やかに管轄の厚生センターの支所または保健所に相談してほしいと、こういったような通知もしてますので、万全を期していきたいと思います。他いかがでしょうか。まだ準備があると思います。
スケジュールか教えていただければと思います。多分、そこが追加場合に開催に向けて考えられる対策などがあれば教えていただければと思います。はい、まずですね、現状で申しますと、南砺市の会場ではですね、平スキー場などは、ゴール付近で30センチ、から山頂付近では1メーター20センチ、から平のクロスカントリーコースでは20センチ、実は積雪がすでにございまして、で、南砺市はですね、ぜひとも実施したいという強いご希望がありますので、県のスキー連盟では南砺市と協議した上でですね、雪確保のために、本日より周辺からの雪入れを始めたというふうに聞いております。これは県としても後押しをしていきたいと。それから富山市会場については、今の県のスキージャンプ場に積雪が10センチぐらい、から阿波須の平クロスカントリーコースで10センチぐらいと、これは1月22日現在ですけれども、そういうことでありますので、南砺市は今言ったようなことでぜひとも実施したいという、準備に入っているわけでありますけれども、富山市会場はちょっとやっぱり積雪のが少のございますので、今後どの程度雪が降ってくれるかということでありますけれども、最終的にはですね、いろんな途中経過ありますけれども、2月7日ごろにですね、それまでの積雪状況等を見ながら、実施について決断する。場合によっては中止ということも含めてですね、検討することになるというふうに、伺っております。それから、本当は大体各県選手団参加する方はですね、2月5日頃にはもう各県から出発して、富山の方へ、富山県に向かうということになりますから、できれば2月5日ぐらいまでに本当はですね、判断をすべきということですけれども、それまでにですね、ある程度雪が積もっていればもちろんやるというようなことをなるべく早く、判断をする。ただ2月5日まで積もってなくて、またいろんな角度の高い、今昔よりは随分と天気予報の精度も上がってますから、今後もとても雪が降るという状況にないということが明確になればですね、2月5日の時点で何らかの判断をするケースもあると思いますが、最終的には2月7日頃にですね、例えば2月5日の時点で、まだ積雪は十分だけど、今後降るかもしれないという気象予報であればですね、判断を2月7日まで延期して、そこで判断するといったようなこともあろうかと思います。いずれにしても2月16日からの協議開始ですから、どこかで判断しなきゃいけないんですけれども、今のところの状況はそういうことで、ご理解いただきたいというふうに思います。そうなるとですね、なんとだけやった場合には、結局、ジャイアントスラロームと、クロスカントリーは、なんとでやれるということになればですね、この二つの種目はできると。ただ、富山市の方が、残念ながら、競技は実施できないということになれば、スペシャルジャンプとコンバインド。この二つが、残念ながら、中止ということもあり得ると。こういうことですね。今の状態では。ただ、今後まだ、幸いにして、積雪があるかもしれませんし、ぜひ、そういうことを、期待をしていると、こういうことであります。他いかがでしょうか。